自宅で料理教室を開いている管理栄養士や料理研究家を対象にしたキッチンスタジオ SSTV スタジオ&カフェがオープンし、10月18日関係者を招いてオープニングセレモニーが行われました。セレモニーでは運営会社の株式会社 B ブレイブ勝本会長が、待望のサロネーゼスタジオがオープンしました、料理教室などにぜひともご利用くださいと挨拶。その後、中澤フーズ中澤社長から、料理をこよなく愛する人たちの出会いの場としてご活用いただければと乾杯の挨拶が行われました。あのサロネーゼさんというのはですね、通常は自宅をサロンにしてですね、あのお稽古ごと、まあ、料理を教えたりしてるんですけども、僕らの1階の、サテライトサロンというのはですね、自宅を飛び出してですね、新しい生徒さんの前でですね、新しい発信をしていく、こういう趣旨で作ったスタジオなんですね。今テレビが変わってますよね、インターネットに。しかも YouTube がもう時間無制限、ホームページ上にサロネーゼスタイルっていうのを開けば、もう2ヶ月前のものが見れるわけですよ。でも私どもはやっぱ上から目線じゃなくて、一緒にやっていく、そういう気持ちで。 SSTV スタジオ&カフェは、家庭では手狭、男性生徒を集めにくいなどで困っている方に朗報の場所。1階と3階の2カ所にスタジオがあり、料理をするための全ての機能が揃っています。またスタジオは調味料などの食品メーカーとタイアップしていて、料理教室に使用する食品の販売も行います。新みりんのキング醸造商品企画室大西室長にお聞きしました。新みりんといいますのは、いわゆる、アルコールが、1% 未満でほとんど入ってないみりんのことです。こちらがみりんなんですけど、このみりんに関しては、もち米、お酒原料にしたアルコールが入っているっていうのが本みりんなんですけれども、このみりん風調味料、いわゆる新みりん、新味料に関してはアルコール分が 1% 未満ということで、全くアルコールが入ってない、ですのでアルコール飛ばす手間というのが全く必要ないっていうのが新みりんの特徴ですね。はい、甘塩でおなじみのアコーカ製グループの株式会社アコール水野社長にお聞きしました。主力は海洋深層水を中心に、飲んでいただいている方がいます。それとあと地域の特産品関係と、あとアコーカ製さんのいろんな商材ですね、甘塩とか他熱中対策水とかいろんな商品があるんですが、そういうものを通信販売でしております。